プロデューサー、これやるよ。バレンタインの時に世話になっただろそのお返し、あんたに受け取ってほしいんだ。プロデューサーさん、これ、僕からのプレゼント。絶対喜んでもらえると思うな。大事に使ってね。 バレンタインのお返し、受け取ってもらえますかささやかなものですが、あなたに喜んでもらえたら嬉しいです。プロデューサーいつもありがとなこれ、俺からの感謝の気持ちだ中身は、開けてからのお楽しみだ これはバレンタインの返礼だ。受け取ってほしい。君にはいつも世話になっているからな。使ってくれ。プロデューサー、いつもありがとうございます。これ、プロデューサーのために選びました。受け取ってください。 プロデューサーさん受け取ってくれるかいバレンタインと日頃の感謝を込めて君の助けになったら嬉しいな貴殿にはいつも世話になっているささやかだが受け取ってほしい。 キーデンが喜んでくれるといいのだがプロデューサーこれあんたいつも頑張ってるだろ無理するなよ俺たちのためにもたまには休んでくれよプロデューサーさん ホワイトデー、プレゼントを持ってきた。僕の、ありがとうの気持ち、いっぱいこもってる。もらってくれる、いいバレンタインデーのお礼だよ、プロデューサー。君のおかげで、いい仕事ができたよ。いつも支えてくれて、ありがとう。 ハッピーホワイトデーバレンタインの時は本当に世話になったよな。って、バレンタインだけじゃないか。いつもサンキュー、監督ユースケともども、いつもお世話になってます。ってわけで監督、ホワイトデープレゼント、受け取って バレンタインデーのお返し。いつも気遣ってもらってるから少しでも返したくってさ。受け取ってくれるかプロデューサーさん早くこれ受け取ってくれよしこれでもう安全だバレンタインのお返しを無事に渡せたぞ 日頃の支援、感謝している。ささやかながらお礼の品だ。喜んでくれると嬉しい。プロデューサーくん、猫の恩返しでにゃんす。これからも我が輩とサイを、よろしくでにゃんす。 頑張ってるあんたに、はい、プレゼントいつも世話になってる礼なんだから遠慮はなしだよプロデューサーさんもしご迷惑でなければこちらを受け取っていただけますかほんのの感謝の気持ちです。 プロデューサー、バレンタインの時はありがとう。これ、日頃の感謝の気持ち。よかったら使ってよ。プロデューサーさん、これ受け取ってくれませんかバレンタインと日頃の感謝を込めてのお礼です。 あの、これ、プロデューサーさんにあげる。バレンタインの時、アドバイスくれた俺。<laughs> ありがとう。受け取ってくれる。 プロデューサーこれ、この前のバレンタインのお礼。プロデューサーには、いくらお礼しても足りないくらいだからな。じゃじゃーんプロデューサーちゃん、これプレゼントっすバレンタインの時はメガメガお世話になったっすからね。お礼っす プロデューサーさんよいつも俺らの面倒を見てくれてありがとなこれ使ってくれよこれからもよろしく方々からもらってると思うが、どうか、こいつも受け取ってくれ。バレンタインのお返しだ。 いつもありがとうなハッピーホワイトデープロデューサーさんいつも俺たちのために頑張ってくれる君へ感謝の気持ちを送るよプロデューサーさんバレンタインデーの際は大変お世話になりました。 よければこちらをどうぞほんの気持ちです主よ何時の呪力に感謝する我が闇の魔力を込めし供物を受け取るがいいなあ <laughs> プロデューサーさん、バレンタインデーの時はどうもありがとうございました。これ、よければ使ってください。ハピパピホワイトデ、ね、プロデューサー、私のプレゼント、受け取ってほしいな。えへへ、いつもありがとう。 プロデューサーさん、よかったらこれ、受け取ってください。いつもありがとうございます。プロデューサーこれ、ホワイトデーのプレゼントプロデューサーには、いつも世話になってるからなこれからもよろしく プロデューサーサさん、今日ホワイトデーでしょこれカノンからプロデューサーさんへのプレゼントいつもありがとう君にとって役立つものを選んだつもりだ受け取ってくれハッピーホワイトデープロデューサー ホワイトデーだね、プロデューサーちゃんってことで、プレゼント for you! ーー俺の気持ち受け取ってほしいな。はい、これ。バレンタインもプロデューサーちゃんにお世話になったからね。おじさんからのささやかなプレゼント。 これなら、あんたの役に立つだろう。感謝の気持ちとか、足りない分は、仕事で返すから。これからもよろしくな。師匠、いつもありがとうございますこれ、師匠の役に立つかもしれないと思って。ぜひ使ってください おい下僕、こいつを受け取りやがれ。は <laughs> っ勘違いすんな。こいつは、俺様に誠心誠意尽くしてるお前への施しだ。プロデューサーさん、ホワイトデーのプレゼントを受け取ってくださいこれからも一緒に頑張りましょう いつも世話になっとるボスにプレゼントじゃ忙しいボスの役に立つと嬉しいのさ、これを受け取ってくれプロデューサー、これを。バレンタインのお返しだ。いつも支えてくれて、ありがとう。これからも、よろしく。 ほら、プレゼントだ。受け取ってくれ。あまり根を詰めすぎるなよ。お前さんにはいつも感謝してるんだ。これどうぞ。日頃お世話になっているささやかなお礼だよ。あバレンタインの時みたいに一緒に食べる こちらをお受け取りください。日頃の感謝の気持ちを込めました。プロデューサーさんのお役に立てれば幸いです。